ああ、ちょっと面白いなこれ。青いのケースでがちょっと入ってる感じだね。あ、綺麗。緑泉石だ。珍しい。ここにもあるか。おお、ちょっとぽいなこれ。でも違うんだな。なんか成分的には結構似てるっぽいけどね。ああ、うん。ジャスパーではない。これ。ジャスパーっぽいね。見つけたかなこれ。ちょっとドライだな質感が。よっ、ジャスパーっぽいな。どうかな、ちょっと分かりにくくなってきたぞ。あ、でもジャスパーっぽいな。誰かが割ったんだね。ああ、面白いね。こっちは片割れかな。片割れっぽいな。綺麗だな。これなんだ。ジャスパーだね。ここはもうジャスパーとカルセドニー。ちょっと待てよ。ああ。面白いね。ここもか、若干ジャスパーっぽいけど。軽石みたいな。あったね、ジャマンガンだ。やっぱ上の支流のが流れてきてるね、ちゃんと。ああ、これいいじゃん、置いてっちゃったんだ。あ、面白いじゃんこれ。ちょっと待てよ。ここがカルセドニーだね。透明感があるね。これカルセドニーだよ。綺麗だね。青いケースデガみたいな雰囲気があるよな。ちょっと待てよ。うわ。
ここ層が入ってんだね。青じゃなくて黒っぽいね。ここが青だ。断面は透明だね。ちょっと待ってよ、こっち側。おお。面白いよ。ああ、青のケース泥岩ってこんなんなのかな。なんだろう。なんか鉱物っぽいかもね、黒いとこは。よいしょ。これめ、面白いね、これ。これちょっと面白いね。ゴマ状のケース泥岩だね。灰色の。ああ。ゴマ状ケース泥岩。だよ。ここら辺の花崗岩じゃなさそうだな。綺麗だね。だから石材になるんや。